六代は中国にあった建築物、別名南丹大とも呼ばれる。芝千によって編纂された中国の歴史書、四季の陰本里に登場する。六代は古代中国の陰王朝三十一代目、君主帝神が、日である楽器の関心を得るために建築したとされ、六代から周囲の国々を監視し、陰王朝の権力を固持していたのだとされる。また、 六代の建築は、三角神の悪王ぶりを示す総和として、有名な七肉林の始まりとされ、三角神は六代の建築に莫大な税金を注ぎ込み、そのために国民を重税で苦しめることになる。六代の周囲には、多くの老格と、ティンが六代を囲むようにして建設された。六代と老格軍が進工すると、三角神は進化に命じて、 世界中から珍しい宝物を収集させ、六台の中を財で満たし、楼閣を豪舎に飾り立てて、大庭園を作った。その美しさは、ずつ除海し新郎あたかに宝来宣教と歌われるほどだった。その後、院は、州の君主武王,王との牧野の戦いで敗北し、国を制圧された三角神は、火の海溶かした六台に登って消死し、 残骸となった六代も武王によって破壊されたとされる。現在の中国河南省危険に、六代は建築されたと言われる。思考には膨大な税金が投入され、実に七年もの年月をかけられた。何人もの国民を危険な工事へ借り出し多くの命を失ったため、これを機会に、三角心は大きく国民の信頼を欠くことになったと伝えられる。また、陰王朝は、 再生一致の真剣政治により反映したため、一説には建築にあたって宗教儀礼的な意味合いで膨大な数の純創者が捧げられていたとも言われる。当の時代になり、焼け落ちて破壊された六代の旧跡に寺が建てられたという。寺には、三角神の愚行と六代建設に費やされた人民の功労、そして命の尊さを、後代の人へ啓蒙する意味として、 六大寺と名付けられたが、現在は寺の遺跡が残るのみである。ありがとうございます。